立憲民主党をはじめとした野党が統一教会問題追及で臨時国会開催を要求したとのことで、相変わらず追及ばかりで本質的なことを理解できていないのだろうなぁと思っちゃいますね。要求に対する与党や要求に加わらなかった維新の見解、その見透かされた目的などをネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。第2次岸田改造内閣の閣僚と旧統一教会との関係などについて、政府の姿勢を正す必要があるとして、立憲民主党、共産党、国民民主党、れいわ新選組、社民党の野党5党と衆院会派有志の会、参院会派沖縄の風、碧水会は18日、憲法の規定に基づき、臨時国会の召集を求める要求書を衆参両院の議長に提出することになりました。今月10日に第2次岸田改造内閣が発足したことを受け、立憲民主党は臨時国会の先送りは許されないとして、速やかな召集に向けて野党各党と調整を進めてきました。その結果、閣僚と旧統一教会との関係や、来月27日に行われる安倍元総理大臣の国葬について、また物価高対策をめぐり政府の姿勢を正す必要があるとして、共産党や国民民主党、れいわ新選組などと共同で憲法53条の規定に基づき臨時国会の召集を求める方針を決めました。18日、各党の国会対策委員長などが会談した上で、細田衆議院議長に召集の要求書を提出することにしています。また、参議院でも尾辻議長に同様の要求書を提出するということです。要求書は、国会を開かずに様々な問題を放置し続けることは、内閣の重大な不作為であり、国益を損ねると訴えています。立憲民主党の馬淵国会対策委員長は、先の臨時国会が閉会した直後に内閣改造を行うなど、公党間の約束を破る騙し討ちのような政権運営を行っている、新閣僚などと旧統一教会との関係が明らかになっており、一刻も早く国会を開会し質疑を行うことを強く求めるとコメントしています。憲法53条では、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば内閣は国会召集を決定しなければならないとしており、今回要求書には衆院の4分の1を超える計126人が署名しています。ただ召集時期について明確な規定はなく、内閣の判断に委ねられています。ニュースを深掘り。というわけで、立憲民主党を中心とした野党が臨時国会の召集を求める要求書を衆参両院の議長に提出するということでしたね。これに対し、政府与党側の自民党高木国会対策委員長は記者団に対し、私の立場からは政府にそういうことがありましたということをお伝えをするが、召集に関しては政府が判断することだと述べるにとどめています。また公明党の北側副代表は記者会見で、まずは与野党間でしっかり議論していただきたいが、閉会中審査で必要な委員会を開いて議論していくこともできるので、必ずしも臨時国会をすぐに開かなければいけないことなのかなとは思っていると述べ、その上で北側副代表は、野党側から臨時国会の召集要求があった場合はできるだけそれに応えていけるようにしていくのは大事な憲法上の要請だと思うが、いつ国会を開くかは政府の判断だと述べました。立憲民主党などによる
臨時国会の召集の要求に加わらなかった日本維新の会の遠藤国会対策委員長は、自民党の高木国会対策委員長と会談し、旧統一教会や国葬などの課題について、国会の委員会で閉会中審査を行うよう申し入れています。これに、高木国会対策委員長は、国葬の閉会中審査について、適切な時期に行うことで与野党が合意しているという認識だ。合意すれば、必要に応じて行うことはあるので、要請は受け止めると応じています。この後、遠藤氏は記者会見で、憲法53条による国会の召集の要求で政府・与党を動かせるのか疑問だ。国民の不安や不信を払拭するため、与党側が最大限できることを引き出すのが我々の使命だと述べています。一方で、立憲民主党の泉代表は那覇市で記者会見に応じ、憲法53条は衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求というハードルを課しているので、満たされれば速やかに国会を開くことが憲法が期待しているあり方だ。いつまでも自由に待っていれば良いのではないと述べており、その上で安倍元総理大臣の国葬にどれぐらいの費用を使うのかもまだ明確でなく、議論しなければならない。課題は非常に多く、早急に国会を開くべきだと訴えました。確かに、政治と宗教の問題は重要なことですが、もはや森かけ桜と同列のような感じとなっていて、自民党を叩きたいがためだけの臨時国会開催要求に思えてしまいます。立憲民主党としては、臨時国会で自分たちのことは棚に上げて、与党議員を追及するだけでは、有権者はまたいつものパフォーマンスかと呆れるばかりで、ますます自分たちの首を絞めることになるでしょう。果たしてしっかりとした建設的な議論ができるための準備がされているのか非常に疑問ですね。それこそ泉代表は臨時国会の開催で国民の税金がどのくらい使われているのかを自覚してほしいところですね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。これに税金使う意味あると民主党は思ってるってこと？わら。今まで問題視しなかったくせに、自民叩けるネタとして使ってるだけ。森かけ桜と同じで、自民叩きの材料としか考えてない。統一は国民からしても大問題なんだから、野党が独自に統一潰しに動けばいいのに、そんなことは一つもしない。国会運営費1日3億円。いつものさよかよ理論だと、そんな無駄遣いするなら国民に配れ。が口癖なんだけどな。あれれ？おかしいな、あわら。ほう、結構なことだ。立正厚生会とお前らの関係や創価学会にも触れるんだろうな。自民党と国民民主党は法的な検討を始めているのに、こいつらはまた探偵ごっこを追っ始めるつもりだ。自民がしたいだけだからな。国会議員の仕事は法律を作ることでテレビのレポーターじゃないんだよな。憲法の信教の自由が無敵すぎて手を出しにくいわけで、憲法改正も視野に入ってくるはずなのに、こいつらは相変わらずだよ。でも国会開いて何やるんだろう。予算案があるわけでもないから予算委員会はないよね。何か法案を用意してるわけでもないから各種委員会が開かれるわけでもない。政治倫理審査委員会とかくらいを開くのかな。何を要求してるのかよくわからん。開会に応じればいいと思うわ。
で、法案は?と聞けばいい。審議したい法案もなしに国会開会求めてるアホを晒すべき。黙って統一を潰せば終わる話を。テレビの中継入れて、何としても内閣支持率を落とすために1日3億だからな。それで野党の支持率が上がると思ってるのも、まるで学習してない。他の宗教との関係、例えば立正佼成会と民主党とのズブズブの関係とか、宗教人の会と日本共産党とのズブズブの関係とかに話が及びそうになると、急にシュシュシュ宗教が悪いわけじゃないの、反社会的な団体だから悪いの、とか小手先の回答して正当化しようとするんだけど、反社会的な団体なら公安の監視団体の日本共産党もそれに当たりますね。反社を政治から追い出す話ですよね、これ。となって特大ブーメランが炸裂しちゃうしね。霊感商法する団体がダメなら立正佼成会とかワールドメイトとかは?てか、元詐欺師を公認して党の要職につけるのはいいのか?殺人犯放置で宗教団体とのつながりだけ責めるって変じゃね?旧民主党残党は広く大衆からの支持を集めることを放棄して、少ない支持者の意向に寄り添ってどんどん社民共産党みたいに先鋭化していってる。アホだな。議題だけ見れば悪くないのに、実際の質疑を見ると社会問題はノータッチで、政府の責任感じてやめろって部分に集中するのが立憲だからな。この場合で言えば、統一をどうするって方向にはいかない。野党は騒いで支持率低下が狙いで法律なんか作らないんだから、国会なんか開いて血税無駄にしないでよろし。ツイッターで騒いでればいい。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？立憲民主党をはじめとする野党は政権与党を叩きたいがためだけのパフォーマンスを、完全に有権者にも見透かされているようでどうしようもないですね。もちろん統一教会のことについて国会で議論することは大事なことであり、本質的な議論は大いにされるべきだとは思います。しかしながら、今国民にとって一番大事なこと、野党の方々は参院選の時に決起盛んに訴えていたのは、物価高が今回の最大の焦点、岸田インフレをどうにかする、臨時国会では物価高対策をするということではなかったでしょうか。選挙が終わり、思ったほど自民党にダメージを与えられなかったことで、もうすでになかったことになってしまったのでしょうか。仮に臨時国会が返されて自民党を厳しく追及したとして、では立憲民主党が支援を受けている過去にトラブルも多かった立正佼成会に関しての見解はいかがなものでしょうか。有権者が納得するだけのものが出せるのでしょうか。まずは何がいけないのか定義づけするところが何より大事なところなのではないか。新修練に属する新興宗教は大なり小なり信者との間でトラブルを起こしているわけで、政治との関わりで制限すべき宗教を統一教会に限定する理由などありません。枝野や福島が仲良く新修練の集会に出てるが、宗教法人として税制優遇を受けている団体は、団体としての選挙支援は一律に禁止すべきですよね。そういうところまで踏み込まず、あらゆることを政争の具にして無策、無能で、正義感など皆無だから、やっぱり立民はダメだとなるだけでしょう。おそらく、今回も立憲民主党が勝手にこけて、さらに有権者の信頼を失う結果になるのではないか。
多くの国民がそのように思ってしまうのではないでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。